こんにちは、今のコロナなんだ、まん延化のスポーツ事情ということで、今日は娘がいつも行ってるスポーツジムに娘を送迎します。で、そちらでね、どんな風かなと思って、ちょっとスポーツジムの様子をちょっと撮ってみようかなと思います。ここがね、入り口で、ここから、はい、娘さんがね、今、ジャケットを脱いで、今からやります。なんて言ってね、一つ違うのは、これ本当にね、苦肉の策だと思うんだけど、ほら見て、外に全部マシンを持ってきて、予約制でやってるの。最高12人までだって、予約して12人まで。12人でしょ、はい、どうでしね。そう。で、いうわけで、で、彼女はいつも人混みが嫌なので、なるべく人混みがない時間に来てやってるんだけど、今だからね、ちょうど2時、3時。彼女3時に、予約しました。ね、ここに。とりあえず彼女がやると思うけど、これと、あと今までなかったって言ったのは、ちょっと戻るんだけど、いろいろほら、いろんなマシーンがあるよね。ね、なんか、やっぱり、コロナがすごく蔓延していて、いろんな人がやっぱり困ってるし、もう、経済も止まっているでしょ。で、お店屋さんもやってないしね。だからいろんな人がいろんな頭を知恵を絞っていろんな方法で生き残りで頑張ってるよね。ここは多分ね、後からそのコース、クロスフィットとかなんかわかんないけど、前なかったらしいんだけど、なんかやるんじゃないかなっていう風に娘さんが言ってました。そう。みんないろんななんかなんとか工夫しないと、レストランとかバールもお持ち帰り、ね、ほらクリスマスだとか年末のチェノーネっていうんだけど、そういう大きなお食事なんかもお持ち帰り、うん、でみんな頑張ってやってます。でスポーツジムはこういうわけでね、まあ外ですね、外、本当に一人ぼっちでやってますけど、人混みが嫌だからいいのかな、ね、で、はい、この中に何？また入るの？ここはね、本当はね、あれなの、バスケットの、バスケットだった。実はこの町はね、バスケットがとってもとってもとっても強い、町なんですよ。強いっていうかね、結局さ、私が住んでる町ってね、銀行の町なのでお金持ちなのね。で、それもあっていい選手を、みんな契約で取っていたので、すごくすごく強かったのよね。でも今その銀行もちょっと一度破産みたいなことになったので、まあ落ちぶれて、ちょっと落ちぶれてしまいました。ね、誰もいない。私は今からちょっと仕事に行こうかなと思ってる。今年末でね、年末の締めがあって、私ね、経理とか超苦手でね、ちょっとまだ今日は本当は仕事の日じゃないんだけど、行ってきます。今ね、仕事先行こうと思ったんだけど、こっちも練習してるからね、これ多分子供のミニバスケット取れないね。のは多分取れないね。
si può passare, vero? Va bene, faccio un giro. はい、仕事先に来ました。あんまり汚くてお見せする感じはないんだけども、見えないかな。ほら、あのツルツルして滑りやすいの。これ何かっていうと、人が来ない日にあの業者さんに頼んで、あの殺菌と消毒を全部してもらうんです。そう、こういう費用もね結構かかるんだよね。大変です。おかえり。はい、ただいま。どうだった？人いた？いなかった。たまに あちこちにもいたけど、ジムは私いたところは、うん、あんまりいなかった。あ、本当。うん、ほら、これあのマスクがね、これはオノーレのマスクだよね。名誉のマスク、ほら見せて。これほら、こっち。ほら、あのティラーセーニョのカンピュナート、あの全国大会に行った人だけもらえるマスク、参加賞。はい。はい、そういうわけで結構みんなあのこっちはね、あのここはいつもねバイクのね、あの練習とかしてます。映してみて、あの画像悪いけど iPhone じゃないから。ちょっと待って、うん、日本は分からないけど、イタリアはこんな風にほら、あちこちでもないけども、あのコビットの検査もできるところがあって、これはまあ私の仕事先のすぐそば、車に乗りながら、鼻にタンポンを入れてで検査することができます。予約制で。じゃあ今から家帰ろうね。仕事先からね、家に帰るときもここはね、検査コンビニあるところ、駅前の駅ビルの様子なんだけど、ね、銭湯じゃなくて、はい、駅ビル検査コンビニあるね。一応ほらクリスマスのあれがイルミネーションもついてます。はい、これちょっと見て、ほら味噌汁って書いてあるの。ほら味噌汁で2人分で、味はね、なんとずっとデリカートテロ、ガンベリエアーゲ、エビと、あれで、ワカメで、値段は2ユーロ55だって。だから1杯分が1ユーロ、1杯分ぐらい。2ユーロ近いね。結構高いね。300円ぐらい。うん。はい、そうか。